こんにちは。美容皮膚科医の長尾さやかです。今日はザ・六本木クリニック恵比寿院大解剖第2弾をやっていきます。私のこだわりがたくさん詰まって作るまですっごい時間がねかかってしまったんですが、そちらのこだわりをこの動画でお伝えできたらなと思います。前回はエントランスからカウンセリングルームまでご紹介しまして、今回は処置室、治療が決まっていざレーザー受けますっていう感じの時から、手術しますとかヒアルロン酸入れますといったお部屋をご案内したいと思います。じゃあ参りましょう。こちらが3階の処置室になっています。3階はまたガラリと雰囲気が変わりまして、ちょっと大人なチックな雰囲気にしています。本当は私こういう黒の大理石とかすごい好きなので、全部のフロアこうしたかったんですけど、1階とか2階がこういった暗いチックだと初めてのね美容クリニックが緊張しちゃうんじゃないかなと思いまして、1階2階は白を基調とした内装、3階4階は私がすごく好きなこのシックな重めの重厚感がある感じにしました。皆さん通ってるうちにこの重厚感が自分の庭のように感じていただける日が来るんじゃないかなと思いますので、ぜひその感じ方の変化をね楽しんでいただけたらと思います。高級ブランドに行く時とかも最初は緊張すると思うんですけど、何回か行くとホームのようなやっと馴染んできたぞみたいな、そういう楽しみをね私はあるんじゃないかなと思っていますので、ぜひ通っているうちに皆さんが居心地がいい空間だったらいいなと思っています。ガラス張りでこの波打った感じがすごく好き、ぷっくり盛り上がった感じが私はすごい好きなので打ったデザインにしてもらいました。ロゴのフォントは本当にこのフォントが大好きなんですけど、丸に見える O とか G とか C とか丸がたくさん踊ってる感じがすごくいいなと思っています。私はもともと長方形のラインとか四角のラインがすごく好きなので、店内全部にそういった四角をあしらってるんですが、ロゴだけは丸に近寄せることでギャップも私はちょっと楽しいなと思ってそういう風にデザインしています。3階は床は黒なのに壁は白というこのモノトーンのギャップをね楽しんでいただきたいと思います。こちらは処置室になっています。主にヒアルロン酸などを受けていただく場所になっています。このこだわりとしては廊下は白黒のモノトーンなんですけれども、部屋までモノトーンだとリラックスしてエステのように受けていただくにはちょっとね緊張しちゃうかなということで、ベージュのあったかい色を使いました。床はねすごくこれも好きなタイルでして、ざらついたマットの感じがすごい好きで珍しいなと思ってこの部屋はこちらにいたしました。こちらが処置室になっておりまして、脱毛やピーリングなど簡易的な治療をしていただく場所になっています。こちらも全部個室になっていて、窓はね各部屋全部ついていますので、お増発席もあるんですけど一応窓もね全部開きますよという感じですね。重厚感がある二重窓になってまして、二重窓って結構珍しいんですけど、防音もできるし寒暖差の対策にもできる、あと大きい窓というので、この窓がお気に入りっていうのもこのビルを借りた一つの理由になります。こちらのパウダールームもカーテンがついておりますので、すっぴんなどメイクアップ風景など他の方に見られずに安心してゆっくりとお化粧していただけます。こちらのこだわりは天井まであるこの鏡がね私はすごく好きです。贅沢に横まで壁紙じゃなくてツヤツヤのタイルを使ったというのがこだわりになっています。しかも贅沢にパウダールームの床も大理石にしています。こちらがカメラルームになります。美容医療は経過観察のお写真がすごく重要になります。特にシミの経過とかたるみの経過とかシワの経過とか、人ってどんどんね記憶をアップデートしちゃって、昔の顔を忘れちゃったりどういう変化してるかわからなくなってしまいますので、こちらで経過を終える写真を撮らせていただいてます。こちらもねモノトーンで可愛いお部屋になっています。お手洗いのご案内になります。手洗いも私のお気に入りのモルトンブラウンのハンドソープやジョーマロンのハンドソープを使ったりとか、全部の部屋にアルコール消毒を置いたり、一人一人使うたびに毎回清掃に入らせていただいて常に清潔な状態に保っています。こだわりがここの壁紙、これもカーテンのようなこのチェックの分厚い感じ、重厚感を気に入っています。こちらが4階の特別なお部屋になります。こちらはまた黒のシックな感じと、ガラスのみずみずしい感じ、あと天井がちょっと高い感じを生かしたデザインになっています。ではこちらの部屋入ってみましょう。こちらがなんとクリニックで一番広い部屋になっています。この部屋で手術や治療はもちろん、患者様の待ち合いや打ち合わせなどマルチに使えるお部屋になっています。広いお部屋なのでメーカーさんを呼んだ勉強会などもこちらでやるようになっています。こちらもこの黒の大理石がしっかり敷き詰められて、かなり開放感と重厚感のあるお部屋じゃないかなと思います。窓もねあるので広々とご自由化いただけると思います。
のこだわりなんですけど、駐車運動の処置がより細かくできるように、すべての部屋はライティングにこだわっていまして、私が血管やそういった組織をしっかり見やすいライト設計にしています。患者様にはね、結構明るくて申し訳ないんですが、その方がよりよくシミとか血管とか見えて治療の結果が良くなると考えていますので、このような明るさになっています。もちろんリラックスモードの時はね、モードが選べますので、この3段階のメライトにしたっていうのもこれなんですね。リラックスモードの時はこのぐらいにしたり、このぐらいにしたり、処置やりますよって時はこのぐらい、すごい明るくしたり、感じで選べるようにしています。こちらがオフェッスになります。こちらはシックすぎず、患者様がリラックスしていただけるように、シックと優しい空間の融合の部屋にしました。こちらでクマの手術とか糸リフトとか目の手術とか、そういったオペをするような部屋になっています。オペ室というと無機質でちょっと怖い、冷たいっていうイメージがあるかなと思いますけれども、こちらはリラックスした優雅な気持ちになっていただけるような壁紙にしていたりとか、普段だとね、音楽がもうちょっと流れていたりとか、ベランダがねありまして、自然光もね入るので、明るい気持ちでリラックスしてお聞きいただきやすいんじゃないかなと思います。では最後、ベランダと屋上があります。こちらから恵比寿を一望したりできますよと感じですね。実はザ・六本木クリニックって恵比寿駅から1本で来れるんですね。この坂をずっと行くと恵比寿駅西口のロータリーに出ますので、道順は本当に分かりやすいかなと思います。いかがでしたか。ザ・六本木クリニック恵比寿院は治療だけじゃなく、接客サービスや外観内装までこだわっていますので、ぜひ遊びにいらしてください。私がこのクリニックを立ち上げた経緯としては、トータルプロデュース、トータルの美しさを皆さんに提供したいと思って立ち上げました。ネイルとかまつげエクステとか美容院とかに通うのと同じように、肌や自分の老化と向き合って自分自身をもっと好きになってほしいという願いで立ち上げました。本物の美を提供するために、内装外観だけでなく、医療サービス、スタッフのサービス、あと私の医療技術、あとスキンケアなど全てにこだわっていますので、美にお困りの際はザ・六本木クリニック恵比寿院にお越しいただけたらと思います。今回は2つに分けて、ザ・六本木クリニック恵比寿院1棟のこだわりをお伝えいたしました。来てワクワクするとか、来るだけで楽しいとか、もちろん綺麗になるという結果もついてくるというクリニックになれたらなと思います。この動画がいいなと思いましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンで応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。